い、こんにちは、一平ちゃんでございます、本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。はい、今日の動画はですね、フェイスラインのたるみに効く小顔スイッチということで、フェイスラインのたるみ、ここですね、ここのたるみを取っていこうということでございます。はい、まあここかな、この顎の先のぐらいかな、この辺、この辺のね、まあ二重顎とかこのもたつきとかってね、気になりますよね、ここね、こう一番ボテッとしてきますから、まあ、大体ここがこうボテッとしてくると急にね、こう年いって見えるというか、太って見えるというか、なんか不細工に見えますよね。このフェイスラインとんがってるとね、なんかシャキッと見えるというか、なんだろうな、なんか見た目がいいですよね。はい、ちょっとざっくりになりましたけど、でこのね、フェイスラインのたるみに効くのはですね、これ小顔スイッチは後傾筋ですね。ね、広い首の筋肉と書いて後傾筋っていうのがあります。後傾筋っていうのはここですね、ここにあるのが後傾筋です。はい、でこの後傾筋は平べったい筋肉なんで、いつもの小顔スイッチのようなこの挟むっていうのができません、防水状の筋肉じゃないとね、挟めませんからね。でこの平べったいね、この筋肉をやるんだけど、まあ、大体この後傾筋が硬い人ってのは首力入りまくってますね、これ、首の力入りまくってると、まあ、首に力が入るっていうのはね、これ人間関係ですからね、まあ、これ斉藤ひとりさんも言ってますけどね、この首元にこう症状が出る人っていうのは、この同等のね相手、まあ、夫婦とか同僚とか、クラスメートとか、そういう同等の関係の人のね、人間関係だよって言ってますけどね、まあその辺はまあ僕も経験則でそうかなと思ってるんですけど、まあちょっと余談でしたけどね、はい、まあこの辺に首に力が入ってる方はね、まあまあちょっと人間関係も見直していただいて、まあ、その上でね、このどうやってほぐすんですかっていうのをね、今日やっていきますから、はい、この後傾筋ってのはね、このフェイスラインにベターっとついてます、これベターっとついてます、はい、なのでね、まあベストはこう手首を返して4本指を入れるんだけど、まあ、なかなかちょっと肩がね痛かったり関節が硬いっていう人はこう手首回りませんから、そういう場合はね、どうするんですかっていうと、親指、親指を使ってこういうふうにフェイスラインをこういうふうにね押していってください。こういうふうにね、はい、で押した時にこのこれ顔ね、これこうしたらここのヘリの部分、内ヘリの部分にこの親指を押し当てていくような感じで、こう当ててってあげてください。こういうふうにね、でちょっと余裕がある人は親指を突っ込んだ後にじわーっとこう待ってあげて、待ってあげてね、伸びていってんなー言うと、これ伸びていってんなーっていうのを確かめてあげてください、はい、でこれでしっかり緩めてれたらここがスッキリしてると思います。もう今ちゃいますからね、もう、もうこっちの方が顎がとんがっております。はい、こんな感じで、まあ、親指でも全然効果ありますんで、こういう風にねフェイスラインにこう当てて入れていってみてください、そうすると首柔らかくなりますからね、まあ、そもそも親指も入らんぐらい首が硬いっていうのであれば、まあ、首を回したりとか肩甲骨を回したりとか姿勢から改善していってください。はい、この動画では、フェイスラインのたるみに効く小顔スイッチを話させていただきました、最後までご覧いただきありがとうございました、また次の動画で会いましょう。さよなら。最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。いいねボタン、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。まあ、効果あったよとかね、書いていただければ励みになります。
まだチャンネル登録されてない方は、ぜひ下のチャンネル登録ボタンでチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。